毎度どん底です。はい、今回は、私兄弟いるんですけど、兄弟との格差ですね。まあ自業自得といえばそれまでになってしまいますがね。あとは、まあ兄弟姉妹って、結構違うタイプの場合があるよねっていう話ですかね。はい、そんなところとなっております。はい、ではよろしくお願いします。毎度どん底です。7月15日、月曜日ですね。今日はね、3連休は天気悪かったですね。はい、ただあのバカ暑さがなかったから、絶対これこの後また戻るじゃないですか。その戻った時がね、体にきついな。今日あたりは涼しいんだけど、涼しいって言っても蒸してますけどね、湿気がすごいよね、やっぱり。はい、でこれ右、この右側あたり見えますかね。私が動画内で話したね、あのよく寝てたとこ、こんな感じですよ。まあここじゃないですけどね、まあこんな感じのとこ結構ね、ちょっと田舎の方入ると結構ありますからね、こういう高速のこの下、いいんですよ。ってな感じで、昨日も撮ってるんですけど、それは家帰ってから、あげようかなと思ってますね。で昨日、まあ、一本はもう出せる状態になってるんですけど、ほぼね。で、実はね、その後もう一本撮ったんですけど、それがね、どうしようかなと、あげようか、あげまいか考え中、かなり、皆さんの機嫌は、気分が悪くなるような内容となってますのでね、どうしようか考え中です。一応残してはあるんだけど、動画自体は。まあ、その話を取り直そうかな、今日、とも思ったんだけど、とりあえずそっちを残しといて、で、今日は、どうしようね。連休中って、YouTube 投稿してる人はあんま出さないのかな。どうも、少ないような気がするんだけど、上がってくるのが。今日はですね、どうしよっかな。兄弟の話にしよっか。兄弟いる方、いますかね。特に男兄弟とか女姉妹とか同性のかな。まあ私もね、兄弟いるんですけど、この兄弟が、言いますよ、178センチかな、の60キロぐらいかな、多分60キロもしかしたらないかもしれない。の、年収1500万。一部上場企業勤務。最大手から。の、で、退職金が、まあそこそこの新築の家一軒、キャッシュで買えるぐらい。なんですよね。はい。で、私はというと、173センチ。今何キロかな ?63 キロぐらいかな。の、年収いくらなんだろう。それでもあれか。年収250万だな。多分。
年収250万、退職金なし。はい。いかがでしょうか、俺。この差は。いやー、そんなことないと思ったんだけどな。あのね、継続は力なりなんですよ。はい。だからね、話してるけど、私だって、あの、新卒では、あの、一部上場企業、勤務で。まあ、じゃそのまま行ってても、やっぱ、うん、私の兄弟には差をつけられるね、うん。同じ一部上場でも、ちょっとランク差があるかな。うん、でもね、だから20代、30代は、辞めちゃったでしょ、だよ。で、20代、30代の40代ぐらい、20代、30代までは、私の方が、まあでも見た目は負けてるけどね。生まれた時からずっと。見た目は負けてるけど、まあ、経済的には、一時勝った、一瞬勝った時があったんだけど、まあ基本的には惨敗、惨敗って、兄弟にね。で、他のね、兄弟、あの、男兄弟でも、同じ兄弟でもいいんだけど、同じってないよね、あんまり見てて。絶対差が出るよね。まあ、外見で言うと、似てるとこもあれば、全く似てない兄弟。うちはだから似てない方ですね。多分、遺伝じゃないですかね。私の子供も、そうですね、兄弟で全く、で、しかも似てるんだよな。片方が超背高くて、片方が普通みたいな。で、横幅もね。似てる、遺伝じゃないかなと思うんだけど。でも他の兄弟を見ててもそういうとこあるよね。でも、まあ、兄弟で両方、なんて言うんだろう。スペック、トータルでね。スペック高いとこってあんまないよね。やっぱり差が出るよね、兄弟で。同じ兄弟でね。これって、運なのかな羨ましいと思っちゃうんだけど、兄弟で。同じ兄弟で。俺が向こうだったらよかったのに。まあ、微妙にね、あの、あれどっちなんだっけ？もう話忘れちゃったね。なんか、YouTube かなんかで聞いたけどな、あの、生まれつき、なのか、それとも、あの、育ち方で変わるのかっていう話。あれ、転職失敗じゃないさ、話してたような気がすんな。頭がいいとかさ、そういうのは。そうっすよね、だから。そうですね、だから、あとは、その、あの、姉妹同時に付き合ったって話もあげたじゃないですか。そこが、やっぱり、あの、全く、あの、違うっていうパターンの姉妹ね。お姉ちゃんの方は、見た目は、まあ、普通にしとくか。普通。で、真面目に仕事して、真面目に仕事してって感じ。おとなしいタイプの子ね。で、妹っていうのが、あの、見た目は、あの、まあ、男にモテそうな感じ。でも、仕事って言えないんだよな。もうすっかり忘れてたよ。あの、大昔の話だから。仕事してないっていうか、学生だったからね。なんだけど、多分、仕事も、そんな、あの、まあ、真面目にはやらないというか、あの、そんな、ちゃんとしたとこで働くようなタイプの子じゃなかった。だから、姉妹で全然違った。もう顔も全然違ったし、性格も全然違ったね。で、上と下って言ったら、やっぱ下の方が強いのかな、いろんな意味で。メンタルは下の方が強いような気がするんだよね。兄弟の場合。で、上の方がだいたいおとなしいタイプで、下の方が、
やんちゃって感じがするんだけどね。いや、やんちゃってアクティブって系な気がするな。だその、あ、もう、そっか。ほら、みんな長く話す話じゃないか。話しちゃう。その姉妹っていうのが、お姉ちゃんと、もともとが私が付き合、もともとが、その姉妹が一緒にいるとこで知り合って、で、私がお姉ちゃんと付き合うことになったんだけど、もうその瞬間ぐらいから、その妹の方がね、まあ、寄ってきたと。っていうのが、この間、話した。まあ、それは、その女性が、特に若い子は、人のものを欲しがるっていうね。姉妹とかでも結構あるよね。お姉ちゃんの彼氏をとかさ、妹の彼氏をとかみたいな。で、結局どうしたんだっけな、覚えてないな、よく。まあ、そのお姉ちゃんにはね、正直ひどいことしたんだよね。今思い出すと、私的には。結婚詐欺師かみたいなことをした記憶がある。申し訳ねえなって思ったんだよね。結構、時間経ってから。で、妹の方はね、だからその、この間話した18歳の子と一緒かな。いや、手出せねえよって感じだったから。まあ、で、会っては、あ、だから、あの18歳の子だけじゃねえな。もう一人いたな。手出してないの。その子何歳かだったかっていうと、16歳ですからね。でもその時はね、30いくつとかじゃないですよ。その時は20、私が25ぐらいの時かな。多分、25ぐらいの時。で、それでも十分やばいけどね。でも手出してないんで、最後までは。そんなことあったな。だから同じような感じかな、やっぱその子は。いや、無理だよ、無理。みたいな。会うのは会ってたけどね。バレたんだっけかな、あれ。いや、多分最後までバレなかった。どうかな、それ。さすがに私も女の姉妹のそういうとこまでは、どんな、ね、あれっていうのがわからないからね。私の中では最後までバレてなかったと思って行動してたけど。その辺はわからないな。ああ、そう、今日道ガラガラっすね。まあ昨日もガラガラなんだけど、まあさすがにね、この3連休でもこの天気で、ましてやね、午前中だと、ガラガラですよ、道は。午後からどうかな。午後からは微妙なとこですね。はい。ってことでね。あ、これが出る頃には、一人ぐらいは、私の、あ、まだ紹介するか分かってないけど、なんだっけ、アラレオさん見た人いるかな。はい。ということで、はい、行ってまいります。どうも。